SNS って便利じゃねえ。怪しいな。お前何をしているんだ。手間取らせやがって。こんなことはもうやめておけ。許して。なんだ。そうだな。うまそうだな。よし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に連絡するか。ニャンニャンサボンのバイトの者です。猫を預かりに来ました。また懐いた猫がいましたら連絡くださいね。それでは失礼します。鍵がかかってるな。
すまねえぞ、逃げ切れるつもりでいたんだろうがな。なめんだよ。さまねえな、ジョー。ほら立て、きっちりけじめつけろ。え、あ、待て。ん、何見てんだおっさんよ。消えろ。何があったか知らねえが、もう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ、知らん顔してりゃよかったのによ。正気か。大丈夫かお前。ダメだおっさん。ん、逃げてくれ。 こいつらはもう遅い。トロくせえ親父見てるとムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ。俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス。僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知れや。助かったよ。お前、立てるか。逃げてくれって言ったのにさ。すげえな、おっさん。医者に見せた方が良さそうだな。それより早くここを離れねえと。ジョーさん、ひでえ。ジャスティスの奴らここまでやるなんて。お前、こいつの仲間か。あ、はい。あの、ジョーさん助けてくれたんですよね。その、ありがとうございます。礼はいい。それより追っ手が来たら面倒だ。とりあえずこいつを移動させるぞ。あ、はい。うちらがたまり場にしてる店があるんで、そこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。たく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ、頼む。あの、キリュウさんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います。ジョーさん、いや、城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。その時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。ジョーさんは東京まで行って名を挙げたすげえ人なんです。カムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさん
どうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだそのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と。ああ、会って少し話をした。そうか、その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確かレインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男、今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど、俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、分かってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん？やつら、お前の妹をさらって。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。分かった、奴らのところに案内しろ。今の状況分かってんだろ。奴らのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。殺されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は。俺はそんなダセー基準で判断はしねえ。女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ。俺、仲間集めてきます。地元の悪ガキ連中集められるだけ。はっきり言って、奴らは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセー基準で判断するのは俺も嫌っす。巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセーこと言ってすまなかった。キリュウさんやお前の言葉で目が覚めたよ。サチコを助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう。すぐに仲間を集めるんで、キリュウさんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。キリュウさん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか。準備できたら俺に声かけてもらえますか。キリュウさん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか。ありがとうございます。よし、みんな行くぞ。
やっぱり相当な数いますね。向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でもこっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。この喧嘩は俺たちの喧嘩です。桐生さんはなるべく巻き込みたくない。正直うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても、多分返り討ちに遭ってしまう。だから桐生さんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい。采配？ええ、戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか。普段はあまりやらないが、分かった。ジャスティスはお前の敵だ。お前の手で蹴りをつけろ。よし、それじゃあ行くぞ。幸子を奴らから取り戻す。絶対勝つぞ。生き様見せてやるぜ。殺しにしてやりますよ。俺らの恐ろしさ刻み込んでやる。ちょっと、ほら、いっちゃうぞバカ野郎。お待たせしました。でっこら、こっちの手じゃねえぞ。了解っす。こいつら締めりゃいいんだな。腕が鳴りますよ。皆殺しにしてやりますよ。膝に、ほらほらほら、ぶっ殺してやる。分かった。やってやりますよ。誰に喧嘩を。ぐちゃぐちゃにしてやる。全員が詰まっていいんですよね。殺してやる。分かりました。行くぞー。ここに殺す。殺してやる。よくやった、お前ら。
らかた片付いたな。キリュウさん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど、仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。そう、女を人質取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせ。これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー、岡田の目を覚まさせる。俺はレインメーカー、岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。でこれからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上、カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六教人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人が桐生さんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、桐生さんと同じって。そんな。六教人。六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。おい、メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ孔明。女王の剣だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに情を負わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は情をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって
例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと、下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。でちょっとした問題が起きたってのは何だ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな、孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは原資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。なんだよ、また俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし六強人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしてやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよ、バカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六強人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が？キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。分かったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだからまずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、キリュウさんがリーダーだからそれが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、キリュウ維新軍。ちょっと古臭いな。うん、俺の名前が入ってるチーム名、キリュウ会なんてどうだ。気流会？なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろう。まあまあ、そりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。気流会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。
そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って岡田の目を覚まさせる。さあやってやるぜ。やれやれ。でリーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと桐生会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなるとただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。桐生さんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか桐生さん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。桐生さん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、桐生さんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間？そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せばきっとホイホイついてきますよ。え、それはちょっと野蛮すぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。街をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。